で、今度はその花のポイントを使って波紋を作りましょうというのが、実はここでもシンプルにループの中で全部やっちゃっています。マージするとどうなるかというと、まあ、基本的に中のポイントを使ってるんで、花と同じジオメトリー階層で作ってます。これ基本的にはプレビュー用になります。で、本番用は実際はこっちの、リップルベースっていうので、実際レンダリングするのはこれですね。広めのグリッドで波紋のない状態です。まあ、一応仮でオブジェクトマーチで波紋のついてるやつを読んできてますけど。実際このフラワーの中で、このグリッドに対してリップルをつけて。で、プレビュー用なんでかなり粗めのグリッドで、なんとなく動きのタイミングが分かればいいような、そういう状態になってて、実際にリップルを作ってるのがこいつになります。トゥルビュードリップ。で、実際ボップの中で、まあこれ、こいつも for each ループで順番にポイントの数だけ繰り返して、それぞれのポイントで、それぞれのポイントのアトリビュート、スタートだったり、使って波紋を、花の数だけ作ってるわけですね。これ参照してるのは元のポイントになります。で、リップルを作るんですけども、ちょっとした簡単にもうリップルに関しては説明していきたいと思います。で、こっちだとというか、こっちでまず1個だけのリップルを作る。そういう部分になってます。もちろんフーディニーでリップルを作るソルバーとかあったりするんですけど、今回はそんなリアルなものでなくてもいいのと、それぞれのポイントに対して作りたいので、まあ、全部自分で作っています。で、基本的な考え方として、まあ、パラメータとして、マックスリップルラディウス。これまあ最大のリップルの最大の半径ですね。ここで言ったら、まあ、この辺が、まあ、4なんですけど、半径が入ってます。で、これですね、リップル、フェード、ランプ。これ、要は外に5度だんだんとちっちゃくなるっていう、そういうためのランプになります。で、ウェーブスタイルっていうのが実際のこの波の形ですね。もう手作業で作ってます。この形で、なんとなくこう波ができる。サインカーブを使って波を作ることもできるんですけど、今回はその波の数を決めたかったので、要は広がって波が消えていく。サインだとこの切り取りがめんどくさかったので、あえてカーブで、ランプで作ってます。で、あとパワー。これ実際の波の高さですね。もう動かした方がいいか。波の形はだからこういうですね。これを動かすと波の形が変わる。より細かくやろうと思えば、これをこうやれば、より細かい波になったりもする。何フェイルを変えることで、徐々に消えるのも、もっと早く消えるとか、リップルのラディウスも変えることも、これでパラメータでできます。で、パワーです。で、このスタートフレーム、エンドフレームというのが実際のアニメーションのタイミングになって、このここで71ってなってるのは、この着水するのが71フレーム、一旦バウンドする前なので、71フレーム目からスタートしますよというのがパラメーターとして作ってます。実際見てみると、こんな感じ。これがリップルサイズです。これをまあ横から見た状態ですね。で、上から見ると、このマックスリップルスライディウスっていうのがこれで、まあ、ここで4になってて。で、フェードランプで徐々にちっちゃくしますよっていうのためのランプ。で、ウェーブスタイルっていうのがこのカーブですね。ランプ手作業で作った。で、パワーっていうのは実際にこの高さ。まあ、乗算してるだけなんで、大きくしたりちっちゃくしたりできます。で、スタートフレームっていうのがここで、エンドフレームにあって、アットマークアニメを使ってこの形を中心からの距離に行って、これ今単に横から見てるんです。実際は中心からの距離を
計算してそれを元にやるので同心円状のカーブになるわけです。で、簡単に中身を見てみます。まあ、これでポイントの1を読んできてるわけですね。今はデリートで真ん中のポイントだけしか、ポイントだけを読み込んできてます。なので1個だけを作ってるわけです。で、1個目のポイントの1。で、アニメーションのフレームを読んできて、ディスタンスで、要はポイントと、ここの P というのは実際のグリッドのポイントですね。グリッドのポイントから、花の位置のポイントまでの距離を出して、それに対して、孤立がマックスである最大のラディウスをフィットして、まあ、0からの最大の距離を、0からマックスフレームをここで0から1にしてる。まあ、最大半径が1になるわけ。これがまあこの全体のマックスラディウスに対して0から1っていうのがここで作られると。で、下のアニムで、これでスタートフレームエンドフレームでアニムを1からマイナス1、波が始まる前がマイナス1で、終わりが1っていう、そういう値になる。それを元にちょっとめんどくさいですね。要はアニムをここで計算しといて、さらにそれをラディウス足してやって、ウェーブスタイルのランプに突っ込んでやることでシフトするわけ。この、アニムを足してない状態だと動かない。動くか、ここまでしか動かない。この状態。でこれか。これがアニムをやってない状態ですね。ここまで開く。あ、そっか。上からポイントが降りてきてるから、ポイントの距離でやってるので、Y の高さの距離も計算しちゃうので、上からのこうポイントが降りてくるにつれ、波が広がって、まあ、距離に応じてっていうので、アニムを考慮しないとこういうことになる。アニムを考慮すると、降りてから広がるっていう。で、ランプの場合、もう0から1なんで、ここを真ん中 0.50 にしたいので、マイナス 0.5 を引いてます。それに今度は減衰のランプのカーブを、マルチプライして、で、パワーをマルチプライして、ベクターセットコンポーネント。これ今 Y の高さの数値なんで、これを、XYZ の Y コンポーネント2に対して当ててやって、元のポイント、グリッドのポイントに加算して返してやると。こういうことを、まあ、1個のポイントに対してやってるわけですね。で、実はこの1つの波を作るBOP を使って FOREACH を使うことで同じようにそれぞれのポイントでやることができます。まあ、一個一個のポイントの位置をさっきのみたいに、一つの波を作る BOP に突っ込んでやって FOREACH、ここでは FOREACH ポイントで、突っ込んでやって、ちょっとさっきの違いの方に一個ブロックビギンの、フェッチフィードバックっていう FOREACH ビギンを入れて、これを入れないと、要はさっきポイント、FOREACH ポイントで言ったように、ポイントごとにマージされちゃうので、マージ、繰り返したいときは、まず FOREACH エンドを、マージじゃなくてフィードバックにするっていうのは、まあ、さっき言ったように、これすると、まあ、繰り返しポイントの数だけ処理されるんですけども、こいつがないと処理されない。要はグリッドに対して、何の変形もしてないグリッドに対して順番に処理するだけで、毎回変形してないグリッドを返すんで、ちょっとわかりにくいです。これがないと、
これを、同じくフィードバック、ここでフィッチフィードバック。ちなみに for each begin だと、エクストラクトピースはポイント、ポイントごとに処理します。グリッドの方は、フィードバック、要はこのループ処理したやつを返しますよと。要はここでも繰り返し処理がされる。そうすることで、1個目のポイントの波、さらにそれに変形したやつにさらに2個目の波を足すっていうような繰り返しの処理がされると。中身自体は同じです。1個1個の処理をする。で、今回はそうせずに、BOP の中で for each の処理をしています。まあ、これはまあ最初作った num ポイント、アトリビュート num ポイント、ディティールのポイントの数だけ、まあ、処理をするっていうふうになってしまう。なんでそうしたかというと、まあ、この後マテリアルでディスプレイスメントをするので、その時にこいつをそのままコピーして使うことができるんですね。ただ、マテリアルの場合はこういうふうに for each で、SOP のノードを呼んできてっていう処理はできないので、BOP の中で全部やらないといけないので、まあ、あえてこういう形にしたわけです。基本的には一緒です。ポイントごとに呼んできて。ただそのポイントを読み込むときに、一度、SOP の場合はこう、インプットしてきた、僕の場合は 2個目のか、インプットしてきたポイントを利用できるんですが、マテリアルの場合それができないので、一度ファイルを、ポイントクラウドのファイルという形にして、ファイルを読み込んでくるという形ですね。で、ここにファイルネームがあって、それぞれのファイルを、まあ、get attribute っていうので、ファイルネームに対して読んでくる。まあ、get attribute で p をファイルから読む。get attribute anim もファイルから読むっていうふうにしてやって、外部のファイルを読み込んでくる必要があるんですね。なので、先説明飛ばしましたけど、実際はこのアニメーションに対してポイントをファイルキャッシュで一度外部ファイルに保存してます。こいつをマテリアで利用するわけです。ただし、ここで、ポイントクラウドファイルっていうので、ファイルネームで指定してやる必要があるんですが、マテリアルで、ここでは今保存した連番のファイルが入ってます。そこの場合、ファイルネームに、このオペコロンのセミコロン、どちら、オペコロンを入れることで、実は、ノードを参照してやることができるんです。なので、いちいち外部ファイルに保存してやらなくても、ファイルネームにオペコロン、ノードネームを入れてやることで、実は参照することができます。なので、ここではそうやってます。ただ、マテリアルの場合はそれができないので、外部ファイルを参照する必要があると。これ、ちょっと注意する必要があります。マテリアル の BOP ノードでオペフォローしても一切反応しないので。で、こうやってまずリップル、それぞれに対してリップルを作ってディスプレイスメントと。で、まあ、プレビュー用になるわけです。で、この今作った BOP、この中身をそのまんま実はこちらマテリアル。よいしょ、これがマップの実際リプルマテリアルです。で、こいつがサーフェイスのシェーダーで、こいつがディスプレイスメントのシェーダーになるんです。この中身は基本的に同じです。こいつをコピペしてきて。ただ、一個違うのは、ここに一個というかいくつか違うのは、まず P の扱いなんですけども、SOP の場合の P はポイントの位置ですね。ポイントがそのまま返ってくるのに対して、マテリアルでいうと、このグローバルの P というのはレンダリングするポイント。まあ、こう順番にレンダリングしていくんですが、その順番を、ポイントをレンダリングするサーフェスの位置ですね。で、リップの場合、例えばここの位置、ここをレンダリングしたら、ここの XYZ の座標。より細かい P が返ってくるわけですね。だからディスプレイスメントで滑らかに変形させることができる。私もSOPの場合、このポイントなんで、滑らかに変形させようとするとかなりポリゴン細かく割らないといけなくなってくる。ディスプレイスメントの場合は別にポリゴン細かく割らなくても、もうレンダリングの時にピクセル単位で、返ってくるので、それを利用することでより細かく。ただ、デフォルトだとそのカメラから見た
XYZ の座標を変えてくるんですね。カメラ空間になって。それはまあトランスフォームで一度オブジェクト空間に変える必要があります。こういうトランスフォームボップっていうので、レンダリングするときはそのレンダリング座標系をどこに取るのかっていうのも結構大事になってきて、デフォルトだとカメラ座標なんで、例えばオブジェクトにまあノイズをつけたとしても、オブジェクトを動かしてもノイズがついていかないんですね。カメラ位置で固定されるので。ときはこのトランスフォームボップを使って、オブジェクトのスペースに変える。カレントっていうのは、ここはカレント、もともとの今の座標形をオブジェクト座標形に変えます。デフォルトだと、ここがカメラ座標になります。で、あとは一緒です。方位置で P を渡してるところで同じように P を渡してやって。で、繰り返し処理して。で、今度は、ソップの場合は、まあ、ポイント P に加算してたんですけど、ここでは、XYZ の Y を出して、ディスプレイスメントマップ。ディスプレイスアロングノーマルに入れてやって、まあ、ディスプレイスメントアウトして、アウトプトコレクトしてやると。こういうふうに、SOP で作った、アトリビュート、チャオはネットワークを、BOP のアトリビュートネットワークをそのまんまコピペしてやって、さらに、まあ、パラメータを同じやつにすることで、プレビューと同じものがよりきれいにレンダリングできるっていうのが、BOP を使う便利な利点になります。ただし注意が必要なのは今後カーマになって、カーマ X になると、XPU ですね、カーマ XPU になると、全然マテリアル X でこれを作らないといけないので、こういう手法は使えなくなっちゃいます。カーマ CPU だとこれがそのまま使えるので、まあ、CPU でレンダリングする分には同じようにコピペする、コピペして修正するだけでいいんですが、カーマ XPU の場合、マテリアル X で同じようなノードを作ってやる必要があります。マテリアルついでに花の方も、花の方は、サーフェイスシェーダーとディスプレスメントシェーダー1個の、マテリアルビルダーの中に入っています。で、花に関してもいろんなアトリビュート、マスクだったり、とこれですね、ライフだったりという、先ほど設定してあったアトリビュートをそのままソップからバインドを使うことで読んできて、それによっていろいろ透明感を変えたりとかっていう処理をしています。その細かいことはちょっと今回は説明しないんです。それをまあ、レンダラーの方で、エクストラクトイメージプレーンという形で、まあ、いろんなレイヤーとして出力することができるという。で、実際にちょっとレンダリングした絵を見てみたいと思うので、ちょっとお待ちください。まあ、花をレンダリングしたのがこういう形です。まあ、実際最終の、レンダリングした絵に比べると、だいぶとおとなしい絵になってると、かなりコンポジットソフトで、この辺グローさせてますので、このグローさせるための素材をまあ、いろいろ分けてるわけですね。例えば N、まあ、これはノーマルですね。これはほぼ使っていないです。オーグっていうのは何かというと、まあ、どこに行くほどアッパー、まあ、Z デプスをレンダリングしてる。これでまあ、実際奥に行く方向を計算してたりして。あと、ペタルエッジっていうのは何かというと、花のエッジの部分ですね。これで花のこの縁の先っちょを光らせたりしてます。これは、マスクっていうアトリビュートを使って、作ってるわけです。マスクを使ってちょっとランプで先っちょの方だけグラデーションになる。で、サイドグラッド。これは今度は横ですね。花びらの横。これもちょっと若干光らせてます。これは UV の V をかなを利用してこういう形のグラデーションにしてるわけです。で、グラッドっていうのは何かと、これマスクでちょっとかなり真っ白に飛んじゃってますけど、要は根元の方が光って、先の方が暗くなる。そういうアトリビュート。これも実際真ん中を光らせるのに使って。何ペタル ID。これは、さっき作った花びらごとの ID ですね。要は中にコード1になって、これも同じようにセンターを光らすために作っているような。これは Z。Fog と違うのは Z にはアンチエリアスがかかっていません。これ Fog にはアンチエリアスが実はかかってたりします。まあ、今回使ってないですけど、Z で、まあ、被写界深度で奥にこうぼかしたりとかするときは、アンチかかってると、うまいこといかないので、アンチのない状態でもレンダリングしましたと。